カメルーン人男性難民不認定取り消し訴訟が棄却、現地の証拠の真意が争われるということですね。棄却するということですね。こちらの方。あ、お世話になってます。ハルハルチャンネルです。2月の10日の10時15分ぐらいです。10時14分ですけどね。2月の7日なんですけども、この難民問題ですか。その記事があったんで、その件についてね、ちょっと話したいと思います。難民認定が不認定になり、取り消し訴訟が棄却されたっていう、内容なんですけども。で、これ訴えた方ですね。訴訟を起こした方がですね、フォン・クリストファーさんという60歳になる、カメルーン出身の方。はい。何でも2012年に来日して、その年に、難民申請をしたが通らなかった。で、18年ですか。12、13、14、15、16、17、6年間 仮放免したんでしょうね。いられたんですよ。6年いられるんですね。はい。2018年にも、難民申請したんですけども、それが通らなかったっていうことで、訴えを提起したっていうことですね。何でも昨年の5月17日の、東京地裁の裁判では、迫害の恐怖を抱くような客観的事情に該当する、原告が難民に該当することを看過されたものとして処分取り消しを命じる判決を言い渡したっていうことなんですよね。難民に該当するっていうことを看過っていうのは見過ごしてたっていうことなんですよね。で、それは一応処分取り消しにするっていうことだったんですが、一方で控訴審では、控訴人が難民に該当する理由として主張する事情はいずれも認めることができないということなんですね。主張が認められないということ。入管法上の難民に該当すると認めるに足りる事情は認められないということなんですよね。要は言ってることは認められないよっていうことが、裁判では言われたということです。で、これに対して、証拠の、案件を持ってきたんですね。クリストファー、そのカメルーンの、提起された方は、原告側は。何でもカメルーン本国の労働組合に、構成員としてストライキを実施して政府を批判する反政府活動、独立運動を行ったため、政府から逮捕状を発行されているということ。また、逮捕による殺害の、殺なんかなるみたいなんですよ。そういうものを出してきたっていう。だから、自国政府から迫害を受ける恐れがあるクリストファーさんは、入管法上の難民に該当するという内容なんですよね。で、具体的には、カメルーンの国内の弁護士を通じて入手した逮捕状が出たっていう証拠を出してきた。で、政府から指名手配されたことを報道する現地の新聞記事の証拠の真偽が訴訟で争わされてきた。いくつか証拠を出してきたんですけども、その内容というのはですね、スペルミスが存在するフランス語と英語とで異なる記載がされている、罪状に対応する正確な罪名が記載されてないなどの問題を指摘する国側の主張を受け入れ、証拠には嫌疑があると判断して、証言は行われなかった。証拠不十分ですよね。簡単なこと言うと、立証できるものが、スペルが間違ってるとかっていうことで。で、結局、文化背景などに違いを考慮しているっていうことで、これ僕、個人的な意見言いますけど、やっぱり途上国にいると新聞報道スペル間違いだとか、とんでもない昔のことを記事に出したりだとか、曖昧な記事、報道って信じられないような記事なんかも結構あったりするんですよね。それで、このクリストファーさんが、いろいろ走りますけど、カメルーンでどんな活動をしていたのかっていうと、英語圏にしたいと。要はですね、カメルーンっていうのはフランス語圏なんですよ。第二外国はフランス語圏で、いろんな言語があるんですね。で、そこで、国の、オフィシャル用語を英語に変えたいという、そういう活動をしていたっていうことなんですよね。で、その活動している人たちは、迫害とか差別を受けてるっていうことで、何でも、アムネスティ・インターナショナルっていう、その機関によりますとですね、
その活動してる人たち、アングロフォンって言うんですけど、100人以上政府に収監されてるっていうことなんですよ。だから、下手したら私も収監されるっていう立場っていうことを主張したいと思うんですよ。はい。で、僕はちょっと思うんですけど、日本っていう国は難民を受け入れるのが非常に難しくてハードルが高い国なんですよね。いや、全体のおよそ 2% から 3% って僕は過去動画で一回出してるんで、ちょっとこれ見ると詳細わかると思うんですけど、とてもじゃないんですけど、難民になるには本当に高いハードルと年月、労力、財力を要しないと、本当に日本には難民として住むことはできないんですよね。で、まあ、それを知ってんのか知らないのかわからないんですけど、日本に来て、まあ、10年以上、2012年ですからね、今2023年なので、まあ、10年以上住んでるって、その活動してるっていうことなんですけども。皆さんどう思います？まあ、私の個人的な意見ですけど、私、やっぱり、ワーキングホリデーで、ニュージーランドとカナダ住んでたことあったんですけど、まあ、その2カ国では、やっぱりそのような移民の方、難民の方々に拾われて、僕は生活が、まあ、できたんですよね。ニュージーランドだ、フィリピンだ。その人は難民じゃないんですけど、肉親呼び寄せでね、入ってきた。フィリピン人の家庭で住んでて、それでカナダでは、ベトナム人が運営する日本料理店で拾われて、まあ、生活が、なんとか収益、アルバイトできて、アパートも自分でなんとか見つけて生活ができたんですよね。まあそういう国は難民を受け入れるそのシステムっていうのはしっかりしてるんですよ。で、この方なんか英語圏にしたいという活動をしたいというのであれば、それ目的で目的が難民であればですよ。日本なんか来たってハードルが高いんですから、逆にカナダに行った方がいいんじゃないのかなと。カナダはフランス語も話せる人いっぱいいるんですよ。で、この人だって当然、アフリカですから、フランス語話せるから、そちらに活動の拠点を持ってった方がいいと思うんですけど、なぜかこれで日本に来てしまってるっていうこと。まあね、この人をね、悪くは言うのは、僕は好きじゃないんですけども。で、僕もカナダに住んでる時、同じアフリカの、まあ、ザイール、コンゴの方と一緒にやっぱり働いたことがありまして、まあ前にも言いましたけど、その人は、親族がカナダにいるから肉親呼び寄せでカナダに入国しようとしたんですけども、パスポート申請したところ、パスポートがなかなか出ないと。で、入国期日っていうのがあるみたいなんですよ。肉親呼び寄せ。その間に入ってくださいよっていうのにも関わらず、パスポートをずっと待ってても入国で出して、国の政府が出してくれないっていうか、作れるような情勢じゃなかったんで、偽造パスポートを作って、そこでカナダに入国しようと、飛行機チケットまで取ってたどり着いて、どっか東ヨーロッパのどっかユーゴスラビアかどっかの空港でですよ。ちょっとなんか、いざこざがあって、バレちゃって、一回戻って、で、再度申請して、それで来たっていう方もいたんですよね。本当にもう難民で、空の空路で行くのって本当に大変なんですよ。その人たちに言わせると。陸だって大変じゃないですか。ボーダーをね、アメリカのそのメキシコのボーダーを越えたりだとか、ね、なんとかこうね、地中海を渡って、アフリカから地中海を渡って、イギリスのどっかブリティッシュあたりで、海岸についてそこからこう行くっていうのも大変ですしね、スペインの、どこだっけ忘れちゃいましたけど、ただでさえ大変なのに、それ、空路で来て、それで申請してるっていうのは、申請できるっていうのは、これはちょっと日本政府、難民を受け入れることを考えないといけないと思いますよ。下手すると、これ、まあね、こんなことは言いたくないですよ。クリストファーさん認定されてしまうっていうか認定した場合ですよ。カメルーンで英語活動をして、英語圏にしようと、英語をね、第二オフィシャルにしようという活動をしている人たちが、迫害を受けて退去して日本に来る可能性だって、っていうことを考えてしまうと、これは深刻ですね。何らかの形で、だから国外出て、チケットを持って、日本の大使館に逃げるとか、そういうことだって考えられなくもないんじゃないですか。ですね、これ難民受け入れは慎重に考えてもらいたいです。はい。私としてはね、この、なんとか日本に来て、なんとかなるよっていう感じで、こう、ステイしている人たち、滞在している人たちは、対するな、しっかりとした考えをね、持ってもらいたいと思いまして、動画一本出してみました。それでは。